はい、シャネリングを仕事としてできるかっていうところでいきますと、仕事としてできます。実際世の中にはたくさんの、チャネラーさんと言われる方がお仕事として活動してますので、仕事としてもすることはできます。でまたこの、チャネリングの価格に関してもそのチャネラーさんでいろんな価格設定がされてますので、それはそのチャネリングをする人が決めることができますし、お仕事としてっていうことであれば結構幅が広い職業になるかと思います。でチャネリングに関して怖いことなんですけども、実際怖いことはあります。どういうことかと言いますと、情報を引っ張ってくるときにいい情報もあればそうじゃない情報もありますし、いい存在もいれば悪い存在もいるんですね。でチャネラーがもしその悪い存在に知らず知らずのうちにつながってしまった場合は、もう最悪の場合その人格が乗っ取られてしまうという可能性もあります。ただ、私がお話しするこのチャネリングに関してはその悪い存在につながる方法っていうのをまず教えません。つながらないような やり方をお教えしますので、そこは安心していただけます。ただ、世の中のチャネリングスクールっていうところでは、もしつながってしまったらそこと、そうですね、その通信を切ってくださいっていうような教え方をするところもありますので、一旦つながってしまう危険性っていうのも、あるスクールもあります。ただ、私の教えるところは、そういうところにはつながらないような、つながらないようなことを教えてますので安心です。